アイサポート総合法務事務所の丸山です。親や祖父母や兄弟姉妹と親族が亡くなられた場合、相続が発生します。相続の手続きを行う際、遺産分割協議書というものを作成すると耳にされたことはあると思いますが、この遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならないものではありません。そもそも遺産分割協議書とは、相続する遺産を分割するために協議・作成するものです。したがって、例えば法定相続人が1人である場合、分割する必要がないので遺産分割協議書は不要となります。ただし、遺産分割協議書は不要でも、出生から死亡までの戸籍等、相続人が1人である証明は必要になります。この戸籍の取得に関しては、それぞれの役所に繰り返し請求を行わねばならず、慣れてない方には膨大な手間と時間がかかる手続きとなります。それ以外にも、相続に関するいろいろな手続き等、複数のプロが在籍する当事務所にぜひご連絡ください。お待ちしております。